症状、エマ症候症、題名、家族の通院、八幡平市立柏台小学校3年、勝俣美弘。痛いとか寂しいとか抽象も感情もなんですが、それをそのまま使わないで、悲しいという言葉を使わないで悲しさを表せないか、それから綺麗だ美しいというその言葉そのものを使わないで美しさ綺麗さを表現できないか、その言葉を使わずにね、この言葉選びで少し努力していただけたかなと、そういう思いがいたします。あまりこういう先をじっくり読むと、お孫さんとか子どもさんはあまり強い言葉で叱られなくなるんじゃないかなと思うぐらい才能を持ってますので、ぜひ何かの折にお読みいただければよろしいかなと思います。